いかがですか？お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら…この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。でしたら、この機会にぜひ楽しい…わかった。案内頼むわ。その代わり…もちろんです。お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう別にええけど、でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。うん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは
蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああ、そうだ。そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー、可愛くてびっくりしましたよ。いやー、それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前、娘に何かする気か。さあ、私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターは、お互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて、自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし、なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんや。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り、
支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することで、キャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなく、キャバレーまで独占できれば、実質的に街全体を支配し、コントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で、正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは1、2を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続で、お客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もうやつらの要求を飲むしかないんですかね。あんなやつらの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレー。グランドの支配人って。まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困る。俺と一緒にこの店を立て直して、あいつらを逆にぶっ潰したろうで。いいんですか？困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな。いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。